ちは。今日は、プラチナの、クレメンティ10番の2楽章のイレナちゃんのレッスン風景を録画したいと思います。まずじゃあ一度弾いてみてください。クレメンティの2楽章の間中でもこれはとても綺麗な曲で、和音をいかに綺麗にこう響かせて「ダー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 」っていうふうに歌いながら弾けるかっていう練習なのね。できているんだけどここも今のとこまで上の音出してそうでね、上の音を和音で出すときはちょっとここを固く弾きます。上の音をねでも下が1の指だから大きいよね。だから特に5を弾くときなんかはこうやってしっかりとした音で弾く。あとはクレッシェンドしてこういう感じ。はい私弾き方だけど、左手はちょっとちっちゃめに弾いてくださいね。で、少しちっちゃく弾く。で、右手をゆっくり形が2回出てくるけれども、1回目より2回目もちょっと大きくね。で、今度ちょっとここにクレッシェンド書いてあるよね。その後、このレシレシラドラドをとっても可愛らしく弾いて、ここでクレッシェンドして、ここで強くっていうのできるかな。じゃあレシレシかな。あ、ごめんごめん、こっからやるか。ファミソさらに大きくレシレシラドラド、クレッシェンド。とても惜しいのが、腕音を外さないということね。もう一回ここからやってみようか。ました。みねちゃん上手だね。はい、音もねちゃんとレガートに弾けてたし細かいところもいろいろ強弱ちゃんと気をつけていつもしっかり頑張って練習して偉いね。はい、じゃあ今日のレッスンは終わります。はい、いいですよ。